アロハチャーチンこと佐野千秋です。今日はマスクを手作りしようと思います。今買えないマスク、高いのは買いたくないの で TikTok を見ていたらなんか手作りできるみたいな書いてあったので、不器用なんですけど作れるかなっていう思いも込めて、作れたら高いの買わなくていいなっていう良さも込めて良さちょっと作ってみようかなと思います。不器用なので先に言いますよ、もう一回言いますよ、不器用なのでぐちょぐちょになっちゃうかもしれないけど、作ってみたいと思ったので作ってみます。最初に用意するのはキッチンペーパー、薄いよな二重でいこう。両面テープを上と下に貼ります。うわやめて、やばい、うわやばいむず、上と下に貼ります。これ二重にするの超難しくない？ちょっと四つ角貼っときますやばいやばいの来た、ちょやめてやめて、マスクだからこれ触らないで。2枚を固定するために見えないじゃん四つ角両面テープで貼ります。これはずれないようにちょっと集中しないとね、ずれちょっとずれたこっちもね、下に両面テープ貼ったから、折り返して貼ります。先に折っといた方が貼りやすいわ。よいしょ、メタリックタイ、なんとなく銀で一本取って半分に折って花の形みたいな、こっちも半分に折って、ちょっとめっちゃ邪魔するやん、私やだやだ、よいしょ、はい、中に入っててください、お兄さん。これも貼ります。うん、ちょっと待ってね、貼ります。でその上からサージカルテープを貼ります。これちょっと太さ的に足りない、マスクのきっと鼻の部分だよね。貼ります。でひだひだを作ります。ひだちょっとね、キッチンペーパーがね柔らかすぎてね超難しいマジで難しい。一回あとつけたらもうね終わりですよ、直せませんの均等のなさよ、統一のなさか、はい、ひだひだを作りました。今こんな感じね、ひだひだで、これを裏返して横両面テープで留めます。
し切っちゃったし、なんか切ったらゴム。本当はねもっとね細いやつを買いたかったんですけど、8ミリじゃない、5ミリしかなかったので5ミリ買ってきました。5ミリどのぐらいだろう長さ、わかんない、このなんでも長すぎたらあれだけど、このぐらいでしょう。結ぶ、短すぎたかな短ちょっと短すぎたかもしれない。肩結びしたいんだけど、短くない？大丈夫、これ、これはねゴムの長さを個人的に変えていただいて、作り方だから今日やりたいのは。で結んだらこれをこう動くので中に入れます。中に入れる、こっちもマスク、ちょっと耳んとこちっちゃいけど結構普通のマスクじゃない？ああちょっとゴムが短すぎて、これはね、これはね、これ長さを調節すればちゃんとしたマスクっぽくなると思うんだ。ちょっと無理があるでもマスクでしょ、ちゃんと鼻の形にもなるし、これぜひ作ってみてください。さっきね一個作ったやつはね逆にゴム長すぎてでっかいのまた動画更新しますのでチャンネル登録よろしくお願いします。ではグッバイ。